ど。パフィーだから。どっちやりたいとかあります？僕は私は水上バイク。あ、水上バイク。じゃあ、あ、そうだ。あ、そうだ。いや、当てました。すごい。台湾だ。台湾人。台湾、あ、そうですね。台湾。やっぱり行かないと忘れちゃうね、この感じを。この開催の際ってなんていうの、ついって言うんだっけな。開催。台湾公演開催。忘れちゃうけど、辻ちゃんだ。それでは CM 行きます。じゃあ、あの気球のニュースは最後、観光校情報みたいな感じで紹介しますか。あ、入れますね。時間があれば、一番最後に、番組の最後に。あ、番組の最後に観光情報みたいな感じで。僕、自己紹介ラップスに忘れた。あ、今からでも遅くはない。じゃあもう、本編、これニュース終わった後に本編に入るんで。音はこれです、音はこれです、すみません。あ、じゃあ、これ流せて、流してもいいやつだから。あ、全然流していいです。つなぎましょう。ですね、結構短め。つなぎましょう。あ、でも止めてくださいって言ってます。あ、すみません。これもう、刺していいですか。いいですよ。これミュートにして。ニュース終わった後、CM 行って、で、本編やった後に、僕一回これ音量マックスにしときましょうね。あ、OK です。あとは細かいのは調整するんで。はい。よし、よし。時刻は22時15分を、あ、まもなく22時16分を回るところです。この時間は台湾情報バラエティジャパベーをお届けしております。さてさて、この時間からですね、台湾ニュースヘッドラインと題してですね、台湾の私の独断と偏見で選んだ台湾のニュースを紹介したいなと思います。で、ゲストさんにもニュース紹介してもらうんですけど、だいたい毎回ゲストでですね、はい、来たゲストっていうか3人でやってるんで、誰から先にニュース紹介するからってことでじゃんけんしてるんですけど、これが、はい、聞けるんじゃない。ついに謎が解けるかもしれないです。その何が謎かって言いますと、今まで台湾のじゃんけんのやり方ってどんなんなんだろうっていうので、あ、はい、やってたんですけど。わかります？忘れちゃったけど、はい、シートをなんとかブースね。あ、シートジェンダー。あ、グーが。グーが C、石ですか？ C。で、ジェンダー。ジェンダー。ジェンダー。あー、チョキは。ハサミ。で、ジェンダー。ブー、布。布。あ、ブー。ブー。あったかな？ブー。ブー。C、ジェンダー。ブー。じゃあ、なんてやるんですか？その最初の掛け声は。C、ジェンダー。忘れちゃったな。あ、忘れちゃった。じゃあ、なんて言うんだろう。シートジェンダーブーだったと思います。あー、シートジェンダーブー、シートジェンダーブーで行きますか。出すみたいな。じゃあちょっとうろ覚えで、シートジェンダーブーで行きますか。はい、行きましょう。はい、きます。せーの、シートジェンダーブー。おー、ちょうど全部出た。すげー。グーチョキパー。じゃあもう一回、シートジェンダーブー。せーの、シートジェンダーブー。イエーイ、負けた。ですね、さとみさんがグー。あ、私から。さとみがグーだったので、あの忘れてたんですけど、ちなみにこの番組、パーソナリティさんにいてタメ口で行こうっていうなってるんで、ゲストさんはちょっと敬うんで敬語ですけど、パーソナリティ同士はタメ口なので。なるほど。ということで、じゃあさとみから。私からでいいですか。はい、お願いします。私からこのニュースからでいいのかな。あ、これあ、今いいか。まあ、いいです。はい。桃園空港でまたトラブル、断水で悪臭漂うというニュースでございます。はい、台湾桃園国際空港の第1ターミナルと第2ターミナルで13日未明から長時間にわたって断水するトラブルがありました。
トイレも水が流れない状態となり悪臭が漂うなどしたが、午前7時30分までに復旧しました。同空港によると12日午後、誘導路の工事を請け負って受け負っていた施工業者が誤って水道管を破損、修理のために13日午前0時30分から断水したということです。同空港では2008年以降少なくとも65回のトラブルが発生、うん、今月上旬にも集中豪雨による浸水のため空港機能が一時麻痺状態になっており、危機管理体制などに疑問の声が上がっているそうです、うん。1本目のニュース、悪臭漂うっていうニュース。ちょうど先週タウエン空港浸水しちゃって機能しなかったっていうニュースを紹介してだけど、2連チャンだね。トイレでもだってね、うん、少なくとも2008年以降65回って結構だよね。結構タウエン結構多いね。はい、だいたい台湾に旅行する人の、まあ、日本人だったらほぼタウエン空港、まあ、たまに松山があるんですけど、まあタオユエン空港で悪臭が漂ったと。でもこれはイメージも悪いよね。空港だからさ、海外からのお客さんいっぱいいるのにさ、確かにそこで運行の匂いがしたらイメージもちょっと悪くなるよね。しかも空港は飛び降りてっていうか、そのなんて言うんだろう、降り立ってすぐの場所だから、うん、そこがちょっとうんこの匂いしちゃうと、もう今から楽しみっていう時にね、台湾の匂いがこの匂いで染みついちゃうのちょっと嫌だなと。ちょっとねイメージ悪いからね、気をつけてほしいねですね。はい、はい、という続いては、続いてはどちらになります？じゃんけんじゃないですか？どんなんです？いきます？はい、スートジェンタオブーだちょっと後出しだった。まあいっか、じゃあすいません。僕は、はい、シトで負けました。はい、グーで僕がパーで勝ったんでこれはあれですか、高井さん、はい、お願いします。見出しを読んで内容を、このおーちんいいかなの読むんですよね。はい、記者までちょっと省いてってもいいんで、うん、いいですよ、はい、はい、9月に台湾公演開催のパフィー包帯の思い出アスパラジュース、うん、女性デュオパフィーは9月17日に台北市内でコンサートを開催するのを前に、今月初旬台湾を訪れた滞在中のパフィーはアスパラガスジュースを体験、うん、チョコレートみたいな味と笑っていたという、うん、今回の包帯は5月5日に台北市内で開かれた音楽賞受賞式にプレゼンターとして出席するため、うん、40時間に満たない滞在期間の中で10社近くの現地メディアの取材にも応じた、うん、最も行きたい場所は台北近郊の観光地、9分とナイトマーケットだと語るパフィーだが、うん、今回は予定が詰まっており行けた場所は東京近くホテル一番、行けた場所は一番遠くてホテル近くのコンビニだったという、うんうん、マジそのコンビニで見についたのが老舗ブランドのアスパラガスジュース、うん、どんな味なのか気になり飲んでみると、うん、甘くて爽やかな味わいだと分かり笑みを覗かせたという。2人はこのほかスタッフを通じてテイクアウトした小籠包を堪能したほか、授賞式出席後は人気の台湾料理店で楽しんだ、うん、9月の公演について2人はワクワクし楽しみにしていたと話す。中国語バージョンの楽曲2曲を復習を、はい、復習2曲の復習を急いで進めるとし、はい、台湾のファンにも意見がもらえればと語った。パフィーの公演は2010年以来6年ぶり3回目となる。お、結構日本のアーティストが台湾で、最近だと確か KKBOX っていう定額制の音楽のアワードが毎年あって、うん、でそれの例えば日本、台湾地区で一番再生されたアーティストはこのアーティストみたいなのの表彰があって、でそれで、ワンオクロックが確か行ってたような気がして、すげえ。とかあと、まあよく行くのがあれですよね、フランプールとかもよく台湾で、ボーカルの、名前が忘れた、ボーカルの方が確か中国語ができて、で台湾で人気のメイデイウユエテンっていうバンドと仲が良くて、
よくコラボとかしてます。そうなんだ。なので日本のアーティストが結構台湾でこういう風にニュースになるんですよね、行くと。でさっきちょうどアスパラジュースの話があったんですけど、ね、アスパラジュース2人は飲んだことはありますか？ないないない。あります、あります、台湾にいるとき、はい、あ、飲んでない。これでもメジャーなんですか？メジャーです、であります。アスパラガスジュースジュースありますよね。僕飲んだのかな、わかんないです、覚えてない。美味しいの？飲んだことあるの？僕はなんか友達が買ってたんですけど、うん、言って飲まなかったです。飲まなかったの？飲まなかったです。飲んでみてダメだったとかじゃなくて、はい、ちょっと怖くて。アスパラのジュースって美味しそうじゃん。でもあれが、あれがアスパラガス、アスパラガスジュース、はい、多分ここにもう売ってると思うんですけど、うん、あれ名前何したっけ、ムーゴア、あれじゃないですか、パパイヤ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 ミルクがうまいんですよ。パパイヤミルク台湾有名。あれコンビニとかにも、ね、パックで売ってる、はい、この老舗ブランドにも売ってると思うんですよね。はい、結構コンビニは面白いですよね、台湾のコンビニ、うん、パパイヤとかはもう普通にあるよね、はい、ミルクとのやつ、うん、セブンイレブンとかある、ね、うん、いっぱいある、いっぱいある。なので、はいはいはい、ありますね。じゃあもう一つ、はい、もう一つ紹介したいと思います、はい、これは沖縄と台湾のニュースですね、うん、台湾石垣与那国台湾545キロ水上バイク交流事業中止、八重山からですね、5月16日から5日間かけ水上バイクで台湾花蓮石垣与那国花蓮の計約545キロの渡航に挑戦する予定だった台湾水上バイク水上オートバイ活動安全推進協会は搬送船の手配ができなかったため事業の中止を決めました。八重山広域市町村事務組合が7日に発表しました。で、事業では台湾各地から85から90人が参加し、水上バイク45台で花蓮を出発して乗り手を交代しながら石垣島までの約260キロを渡航、その後与那国島を目指し約135キロを進み花蓮までの約150キロに挑む予定だったとありますね。これ新聞載ってましたね、新報とかにもね。残念です、せっかくやるって紹介したのにね。一緒にその並走する船がなかったってことで残念だけど、でもまあこういう台湾と沖縄のこういう交流事業がどんどん盛んになればいいなって思いますよね、うん、うんうん。なんかツイキャスがめちゃめちゃ来てますね、はい。じゃあちょっとコメント紹介したいと思います。どっから、まず、まさかつ大峰さんニーハオって来てます。でそれから、同じくまさかつ大峰さん、ヨナミネ博士台湾語でアカンは何と言いますか、リクエストお願いします、ティーナカリーナのアカンって来てますね。まあ日本語の曲なので、まあはい、今度かけます、それからちょっとやっ飛ばしましてね、まさかつ大峰さん悪臭怖え、悪臭の流れ玉が当たるっていう風に来てますね悪臭。でそれから駅前留学のノバの台湾語教室かっていう風に、何なん、まあノバみたいってことが言いたいんじゃないですか。ノバ何からノバの話、ああそっか、何の中国語、え、ああれ、あのじゃんけんの話かな、あ、じゃんけんの話か、ああなるほど、はいはいはい。それから名古屋のダンサーズさん、ワンアンって来てますねそう、あ、台湾ですね、台湾ダンサーズさん、余談ですが台湾の知人にポニーテールリボンズのおじさんおばさんを聞かせた大爆笑でした多分分かっててか、多分、はい、多分台湾語でおじさんおばさんって言うんですよ。おじさんとおばさんのこと台湾語で、あ、そうですね、はい、おじさんおばさんっていう、これも台湾語で通じる言葉なので、だから向こうの人の老けてる人におじさんみたいとかって言ったら通じますんで、気をつけてくださいね台湾に行かれる方おじさんとかおばさんとかって言ったらもしかしたら何みたいな感じで見られるかもしれないんで、通じますよおじさんおばさんは。でダンサーズさん、パックのパパイヤミルク美味しいねって、あ、美味しいね、私飲んだことないな、あの夜市でもありますね、ありますよね、パパイヤ。僕が友達からもらった時ちょっとぬるくて、あ、冷えてたら美味しかったかなと思ったんですけど、うん、で正勝大峰さん、台湾って近いから一度行ってみたいな、ぜひぜひ、いやぜひ行ってください。
ということでですね、はい、ニュースコーナー以上でした。じゃあ CM を挟んで、今日の本題であります、うん、台湾の大学生活についていろいろ聞きたいと思うんで、はい、皆さんチャンネルはそのままで、皆さんも気になることを質問してください、はい、では CM いきます。この5人の方が、はい、ツイキャスは見てくれてますね。ここやってるのは5人の方、この見てる方がこの方ですか、うん、ね、そうです。5人前、そうなんですよ。4、3、2、1。台湾生活、学生生活はもう多分最高でした。時刻は10時30分を回ったところです。台湾情報バラエティジャッパーベイをお届けしております。さてさて、まあ、ちょっと声が入っちゃったんですけど、もう一回ですね、今日のゲストさん自己紹介していただきます。改めて、はい、俳優、ミュージシャン、タレントをしています。台湾で学生をしていました富田貴博、東明貴博と申します。よろしくお願いします。今日はちょうど高博さんがたまたまその音楽のうちで番組を持っている人、うん、子がちょっとライブあるんで来てくださいって言ったところで出ていて、うん、でちょっと軽くお話ししてる時に、うん、中国語できますよみたいな話で、うん、でチンドウドウジーチャオって言ってたんで、あ、もしかして台湾で中国語勉強しましたかって聞いたら、そうですってなって、ちょっと頭がポカーンってしてるけど、はい、挨拶の時ですね、そうですね、はい、台湾でよろしくお願いしますって中国で言う時、チンドウドウジーチャオって言うんですよ。中国はグァンチャオ、グァンチャン、グァンチャオかな、グァンチャオって言うんで、わかんないですね。台湾で中国語を勉強したのか、中国で中国語を勉強したのかっていうのがちょっとすぐ分かるんですけど、それでもしかして台湾でとか関係ありますって聞いたら、うん、5年間台湾の学校行ったんで中国語できますっていうことを聞いて、じゃあはい、ゲスト決定っていうことでゲストに来てもらったんですけどということで、じゃあラッパーということなので、まあ無茶ぶりではないんですけど、ラップで自己紹介、まあ無茶ぶりなんですけども、自己紹介、曲準備 OK ですか、はい、じゃあ行きます、お願いします。ラップ、ラップ台湾、台湾の話を会話に混ぜ込めるスキル、切る節操を切る、台湾のニュース読む、込む、読み込む、混ぜ込む、リズム、イズム、主義主張、大人も子供も関係ねえ、ひまわり、暇ならこのラジオ、車かツイキャスか何かで聞け、弾くなら押せ、押せるなら弾け、手足があるなら踊れ、取れ、マイク取れ、マイカフォン、ラッパーのイズム、主義主張、ここは宜野湾、それは構わん、どこでも一緒、きっともっとやりたいことあるなら台湾でやれといった感じで、はい、はい、即興でございますよ、はい、いろいろこの番組 の、 そのニュースを切るとかそういうところとか要素入れていただいてこれ台湾の時いる時からやってたんですか、ラッパーって。台湾にいる時は学生をがっつりやって、ちょこっとストリートスナップを台湾で撮ってました。ストリートスナップ、まあ写真ですか、はい、へー、
多彩というような感じで台湾でどういうことしてたのかっていうのとかちょっと聞きたいと思うんですけど、うん、さてさてなんでまず皆さん疑問に思うんですけどどうして台湾の大学に、うん、ちなみに台湾のどの大学に通っていたんですか。台湾の、はい、政治大学に、ご存知ない方もいるかもしれないんですけど、まあ、文系だと台湾で上から2番目ぐらいに賢い大学です。台湾で一番有名なのが台湾大学というところが、はい、まあ、日本でいう東大みたいなところなんですけど、はい、この政治大学が、まあ、京大ぐらいですか。京大とか、京大とか、早稲田とか、一橋とか、はい、うん、そうですね、国立なのでそのあたりのレベルかなと。すごい、はい、もうだから政治大学って言えば台湾人は分かるところでして、学生さんもすごかったですね。でその政治大学に行こうと思った理由とかっていうのは。そうですね、僕はもともと海外に行こうと思ってて、はい、で研修で高校の時に研修で来られた学生さん、はい、教師の研修で来てた方が中国語を勉強してると言ってたんですけども、はいはい、あんまり喋れてなくて、はい、やっぱり日本で 外国語を学ぶのは限界があるのかなと思って、うん、あ、じゃあもう行っちゃおうと。あ、なるほど、現地で学んちゃおうということで、はい、そういうことですね。ということで、まあ、じゃあそのじゃあ中国語を勉強したくてっていう。そうですね、まあ、その時も中国が来る来るって。あ、じゃあその中国が来る来るって言ったのになぜ中国ではなくて台湾を選んだのかっていうのは。そうです、まあ、みんなあると思うんですけど、はい、台湾っていい場所いい場所ってものすごく言われるんですよ。あ、人伝えで、人伝えで、はい、で僕中国は遠いし、あ、位置的な、はい、確かにね、遠いしもう分かんないんで、うん、距離的な問題で、うん、まあ、僕安心したかったんで。あ、そう、距離的な問題ですね本当に。じゃあ近くて中国語を勉強できるっていうのが最初のきっかけで、はいはい、台湾。じゃあなぜ政治大学を選んだのは。政治大学は本当に、はい、これも台湾あるある、留学あるあるだと思うんですけど、はいはい、こう調べたら、このどの学校に行こうか調べたら、はい、絶対台湾大学政治大学はリストに上がるんですよ。なるほど、もう有名すぎて、はい、師範大学もありました。そう、師範大学、台湾の師範大学とか、そうですよね、はい、この3つ、まあ、他にもいろいろあるんですけど、はい、絶対上がるんですよ、うん、で、まあ、まずは挑戦してみようってことで、うん、挑戦するわけですね、はあ、なるほど、はい、台湾大学は受けなかったですけども、うん、政治大学を受けようと、受けようと、はい、じゃあそのちなみに5年間ってことはじゃあ普通の向こうの人と同じような感じで講義受けたりとかしたと思うんですけど、そうですね、じゃあそのまず試験とかどういう風な感じで台湾の大学に入学したのかっていうのが気になるんですけど、これは今どうなってるかわからないですけど、うん、研究目的を中国語で何枚か忘れましたけど、はい、書かないといけないんですよ。研究目的、中国語で、うん、この学校に入ってやる研究目的みたいな。ああ、それがもう書類審査みたいな感じで、これが通って、うん、次は基本的な中国語の審査だったかな。あ、どれぐらい喋れるかっていう、はい、高校の時にやってたんですか中国語は、授業か何か。僕は理数科ってとこだったんで、はい、うん、全然やってなくて、もう行って政治大学すごい。じゃあそれまで入学する前 その中国語っていうのは、うん、僕は台中のフォンジャーダーシュエっていうところで、はい、みっちり教えていただいて、はい、はい、じゃあ語学学校、大学の語学学校ですか、台湾の大学、ね、台湾の大学は語学学校っていうのがあって、あ、ね、例えば台湾大学の語学学校だとその正規の授業を受けるんじゃなくて言語を勉強するためだけに1年間通ったりとかするところがありまして、あってだね、あって、でそこの台中の、台中のフォンジャー、漢字は出会うの、会う、会う、はい、に、甲羅のコースね、はいはい、でそこでの1年勉強してから、いや半年とかそこらで勉強して、はい、で、まあ、通っちゃったんで、通っちゃった、あ、まあ、ありがたく通してもらったんで、はい、で、あ、政治大学の語学学校と、うん、あの
両立しながら行こうかなって考える気持ちで、うん、まあ乗り込んだってことですね、学生生活に。あ、並行したん、並行っていうのは並行もしたりしなかったり。あ、併願しなかったってことですか。他の大学を受けなかった。そうですね、政治大学に通いながら、政治大学付属の語学学校があるじゃないですか。そこの中級とか上級を受けながら、あ、なるほど、同時に通おうかなと。なるほど、はい、すごい。で結果的にはどっちも通った時もあって、忙しい時は、うん、通わなかったり、大 学生生活を楽しむためにたまに行かなかったり。でも半年勉強しただけでついていけるんですか、授業。まあでも卒業まで行けたんで、行けたんでしょうね。すごい、すごすぎるでしょ。まあ努力したっていう。すごすぎでしょ。というふうな感じで台湾の大学生活になるわけですけど、でここで気になるのが、うん、やっぱり台湾の大学って日本の大学と違ってどうなんだ。でも逆を言えば高弘さんは日本の大学が知らない、はい、っていうことなので、じゃあもうちょうどサトミーと私が日本の大学を卒業したんでどんな感じかって言いますと、まあ多分4年間通うっていうのはほぼ一緒だと思うんですよ。ただ台湾の大学はスタートが確か10月でしたっけ。9月です。9月スタートで、はい、日本の大学は4月スタート、うん、なので時期がちょっとずれるんですけど、そうですね、だいたいこの前期後期セメスターなんですけど、はい、そこは一緒ですか。そうですね、一緒で。あと日本の大学生って言ったら何か、強いて言うんだったら日本の大学はあの人生の夏休みって言われてます。これでもどうその4年間を過ごすか、本当人それぞれですよね。遊んで過ごす人もね、もちろんいるし、めちゃめちゃ頑張ってる人たちだってもちろんいるし、台湾は、まあ日本の学生は比較的、まあその言葉からも分かるように真面目な人は真面目ですけど、遊ぶ人は遊んでます。台湾の大学は夏休みとかも長いしね。はい、長いです。台湾の学生はですね、僕がいた学校は、僕他の学校の雰囲気とかはあんまり知らないんですけど、うん、そこにいた実感として政治大学はですね、うん、がっつり勉強しますね。やっぱりさすが一人を争うって言われて勉強してないわけがないよね。ちなみに政治大学ので何を専攻されてたんですか。僕はですね、あの歴史学科っていう、歴史、はい、歴史はどこの歴史ですか。これはですね、もう台湾ってあのすごく歴史、あ、台湾自体の歴史が面白いんですけど、はい、この学科では、うん、1年生では台湾の歴史を教えます、はい、歴史を教えます。あ、世界史ももちろんギリシャ神話とか、あ、はい、世界史も併用するんですけど、併用、まあ、するんですけど、はい、まあ、2年生ぐらい、まあ、3年生ぐらいから、はい、2年生3年生ぐらいから自分の好きな分野、はい、まあ、中国のあの、ね、長い歴史の どの部分を取ってもいいんですよね。あの近代取ってもいいし、古代取ってもいいんですよ、うん、であのもちろん英語、うん、英語で歴史やりたい人のクラスもあります、うん、だから選べる、うん、はい、結構みんな選んでましたよね。日本史とかありました。日本史もあります、当然。だから日本史選ぶ人も結構いましたね。へー、すごい。でその政治大学、日本人ってどれぐらいいました。政治大学はですね、僕がいた時は後輩に一人日本人が入ってきて、はい、その下に後輩がいたんですけど、その後輩くんはどっかで辞めたんですよね。へー、 あんまりいない。ですね、はい、学部にいるのは、はい、学部、はい、数えられる程度ですね。両手で数えられる程度かもしれませんね。大学自体では、大学時代であの交換留学生とか、あ、留学、早稲田、はい、琉球大学、はい、一橋、まあ、東大の方もいたんですけど、それを合わせると何人ぐらい、30人以上はいるんじゃないですかね。30人以上か。あと一般の方の学生さんもいますし、はい、うん、そうそう。ちなみにあの話してたんですけど、共通の知り合いが、うん、あ、そうなんだいて台湾人の、いや日本人で、あ、日本人、はい、であの方、あ、もしかして知ってますって聞いたら、知ってますよ、うん、先輩でしたっけ。先輩です、はい、まあ僕からしたら、僕が
あの所属してた学生団体のだいぶ OB の方になるんですけど、うん、がたまたま被ってて、うん、で知り合いだったみたいでっていう風な感じで、政治大学まあ日本人もちょぼちょぼいるいますねっていう風な大学、うん、確かにバイトとかしました、はい、アルバイトとか、ですね、家庭教師、あ日本語を教える、家庭教師、あ日本語を教える本教えたり、あとはやっぱりさっきスナップ、うんうんうん、言ってたあれはあの何ですか、あの学生活動なんですけど、うん、こう営業とかもしないといけないですよね、こういう活動してます、うん、あの協賛してください、あそこまでですね、はい、協賛、もちろん中国語で、中国語で中国の、あ中国っていうか中国語で台湾の企業に、そうです、台湾の企業だったりあっちで頑張られてる日本の企業さんでしたり、まだホームページだけは残ってんのかな、すごい、そういうこともして、じゃあ結構いい濃い学生生活だった、まあ、濃かった、今考えると、休みって何してるの、あ休みはあの台湾居酒屋、あレイチャオあとか、まあゴングアンのカフェ、ゴングアン交換っていう、はいはい、師範大学の、うんうん、台湾大学の近く、あそうですね、ヨイチ、はい、で学生街に行って、もうおしゃれなカフェとか行って、台湾のカフェって意外とおしゃれなんですよね、わかります、はいはい、なんかおしゃれな人で、おしゃれ、僕なんか僕がいた当時から、うん、わかんないですけど、どんどんおしゃれになっていく台湾みたいなのをなんか肌で感じてて、すごい、スナップ写真に収めとこうみたいな、へえ、よかった、じゃあ今もはもっとおしゃれなんじゃないですかね、すごい、結構台湾って洗練されてるすカフェとか、そうですね、お店ってあって、はい、意外に日本人の中では台湾ってやっぱりイメージとしてやっぱり日本人って日本が一番みたいな、だから他のアジアはちょっと日本より、はい、うまっと思ってるんですけど、実は台北なんか特にそうですけど、この洗練された建物だったりデザインのものだったりカフェなんかも結構おしゃれで、で実はアジアの中でも先を行ってる都市なんですよね、台北って、ね、っていう風な感じ、かわいいね学生生活、いい、ね、すごい、ちなみによく留学行く子に聞いたことあるんですけど、はい、台湾やっぱりその安いから自炊はあんまりしないって聞くんですけど、そうですね、やっぱりちなみにどこで食事は、まあ夜市に行ったり、いいな、まあ、あの安い餃子屋さんに行ったり、うん、そうですね、その感じですね、いいですね、毎日夜市行けるって羨ましいなところ、寮生活なのこれは、僕はアパートを借りたりしてましたね、あ一般のちなみにどこら辺のアパートに住んでました、僕はあの木作、あの政治大学があるムージャー、はい、木作っていうところで安いアパート、安いっていくらぐらいの、でも2、3万円でしたっけね、2、3万円、はい、日本円で、ああ、はい、じゃあ、うん、現地だと台北ですよね、もう忘れましたねで, も、まあ、でも結構前だもんね、はい、そうか、なんかちなみに台北ってすごい高いみたいなんですよ、一般のお家は、うん、すごい高いみたい で台北の給料はいいけどなかなか台北で暮らすことができないって言われてて、だから2万ぐらいって言ったら安いんじゃないかなと、うん、僕の知り合いは1万5000元だったんで 3.8 倍とかしたら 4、5万円ぐらい、結構高いね、5万円ぐらいですよ、台湾で5万円って言ったら高いですよね、相当高いじゃないですか、台湾そうですね、月収とか台湾の初任給が RCRK って言って22万元かな、22万元ってことを考えると1万5000元っていうのは何もできない、はい、だいぶ高いんですよ、だからリッチな生活だな、はい、そうです、まあ日本その子はまあ金持ちだったからっていうのもあるんですけど、まあ日本人だからまあ現地の通貨で1万5000元ではそんなに痛手にはならなかったと思うんですけど、台湾人からしたら台北って意外に高いんですよ、うん、まあね台北は都会だもんね、うん、ということで、じゃあそろそろその、うん、あまずその前にツイキャスにコメントが来てるんですけど、はい、ケイナイフさん、ケイさん見てますよって来てるんですけど、うん、でパチ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 って高弘さんが登場した時にでラップを受けて、大峰
正勝さん、正勝さんがチェケラッチョって来ておりますで、名古屋のダンサーズさん、台北にはイケアはあるけど名古屋にはイケアがないです。イケアに初めて行ったのが台北でしたって。あ、こういうこともあるんですよ。ある。私セブンイレブン行ったのは台北が初めて。そうそうそう、日本のセブンイレブン行ったことないから。パンパンファインクアンリンですよね。入わかります。はい、パンパンタ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 ンはわかります？え、ああ、そうわかりますよ。タン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 。ファミリーマートなんですけど、まあ、台湾行ったことある人だったら絶対通じる。絶対通じるネタです。はい。で、それからダンサーズさん、台北は地価が高いので、タオユエン、桃園やキールンに流れるのですって。あ、人がってことですかね。確かに台北、まあでも日本人が思ってる台北って都会ですよね。すごい。でさっきちょうど高弘さんが言ってたように、台湾って都会だけど先進を言ってるけど、だん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 都市が新しくなってますよね。新しい MR の MRT っていう地下鉄路線が増えたりとか、増えてるね、新しい再開発ができてとかっていう風な感じで、行くたんびに台湾の様子が変わってるんで、非常に台北だけでも面白いかなと思います。じゃあそろそろ、いいはい、そろそろちょうど高弘さんがゲストに来ていただいているので、当時の思い出の曲をかけようかなと。お願いします。ちょっと線をこれ何を指してる iPad に、 iPad につながってる線を。あ、抜けってことですか、はい、あ、抜いていいですか。すいません、あれがミュートにしなきゃ。その思い出の曲をかけようかなと思うんですけど、はい、ちなみに高弘さんがリクエストしていただいた曲ちょっと紹介してもらっていいですか。その思い出とか、思い出はですね、はい、この歌を歌詞自体が難しくないんですよ、中国語的に。うーん、それでカラオケに絶対行くんですけど、学生は、はい、連れてってもらえるんですよ。で、台湾のカラオケ文化ってものすごいんですけど、まあ、それは置いといて、そこで俺は中国の曲を歌ってるぞって気分になれるのが、はい、この歌詞が簡単で、はいはい、K-POP 特有のあの雰囲気があって、うん、まあみんな知ってて盛り上がれる、うん、それがこの曲でした僕は、うん、ワン・リーホンのニーブ・ザイって曲なんですけど、はい、あなたはここにはいないって意味ですよね。そうです。ワン・リーホン、じゃあワン・リーホンでニーブ・ザイです。時間がないので、ない、ね、2分ぐらい流した後バックミュージックにするんで、うん、なんか切ない感じもする、うん、しっとりしてるとあ、歌詞が表現されるワン・リーホンって結構中国大陸で活動してるじゃないですか。この時は結構台湾でも、この時はですね、はい、どっちだっけ台湾にいましたね。台湾に、え、なんか映画も出てたり、あの、台湾の成功とかのモデルやってますよ、時計の。ああ、そうですね、はい、だからあの C 面に行くとポスターとかあります。映画やってたんじゃなかったかな。映画わかんないですね。そうなんですよ、ワン・リーホンが出た映画が、うん、台湾人監督なんですけど、うん、カンヌ撮って、はい、で、その監督はアカデミー賞2回取ったんですよ、はい、誰だ、アンリーとかですか。アンリー監督、リアン、リアン、はい、アンリー監督ですね。あの、ハリウッドの作品、ハリウッドでもブロークバックマウンテン、あー、もうアンリー、そうです。すごい。あと、はい、少年
ハイの冒険みたいな。トラが出てきたりするやつ。あ、そうそう。あ、そうです。それもアンリー監督ですよね。リーアン。向こうなんてはリーアンなんです。あいつが名乗る人面白い。そうなんだ。じゃあそろそろバックミュージックにしたいと思います。はい、お聴きいただいてるのはワン・リーホンでリーブザイですね。うん、もっと聴いてたいけど。ゆったりとした曲ですね。めっちゃいい歌っすね。いい、めっちゃいい。ちらっとカラオケの話が出たんですけど、台湾のカラオケってすごくて、すごい、だいたい日本円で1500円ぐらいで3時間4時間歌い放題なんですけど、食事がつくんですよ。そう、食事が、これがすごくて、うん、なんかこれは食べ放題メニューで、次のお店に行ったらなんかフードコートみたいな感じになってて、で50ポイントこの1500円の中に50ポイントがあって、でタピオカミルクティー飲むんだったら30ポイント必要ですよとか、小籠包食うんだったら20ポイント必要ですよっていう風な感じで、ポイント制で自分が欲しいの注文してっていう風な感じで、で飲み物はもちろん飲み放題でっていう風に、ね、食べながらカラオケ歌っていうのが一般的ですよね。めっちゃ食う。もう本当に食事しながらできますよ。いいね、はい、日本だとお金が出るんですけど、台湾は込みなんで、それがまた良くて、うん、であとなんかミラーボールとかあって、あ、ありますね。マイクもアーティストが持つような漫才みたいな、あのマイクがあって、でしかも斜めに倒れるんで、あ、こう、自分がアーティストになった気分になれるからすごくいいんですよね。で向こうは PV が当たり前なんで、うん、日本はちょっとなんか安っぽいドラマが流れるんですけど、向こうは本当すごいっすね、はい、ちょっとそろそろ1分です、はい、あと1分になったんで、ちょっと軽くあのなんか言うことがあれば、お伝えしたいことがあれば。わかりました。まあ言うことは、はい、ワン・リーホンの映画最高なんですけど、はいはい、僕も、はい、イベントがあります、はい、6月17日ヒューマンステージで、はい、これは僕ミュージシャンとして出ますね。あ、チケット前より1000円、当日1500円、ギノワンのヒューマンステージで、はい、6月17日こちら今週ですね、19時会場で、はい、で19日に朗読イベントがあります。はい、那覇ショップ13時、はい、まあ、6月19日は朗読の日なんでね、はい、みんな本読もう、はい、ということで、もうそろそろお時間が近づいてまいりました。台湾情報バラエティ今夜もお届けしました。それでは皆さん来週もお楽しみに。イエイ、お邪魔しました。はい、さいちぇん、さいちぇん。ねえ、聞きたいことあった。いや、最後の曲もっと聴いてたかった。めっちゃいい。あの方はすごいっすよ。これちょっともう一回曲名をね、僕名前を教えた方がいいかもしれないですね。そう、 YouTube とかあるかな。めっちゃありますよ。あ、本当です。ちょっと今日寝るときに聴こう。何でしたっけ。王様の王に、はい、そうですね、ワンリーの力、王様の王に力に、うん、あ、これめっちゃ見たことある、この名前。あ、よく台湾でもなんかすごい久しぶりに思い出しました、台湾のこと。本当ワンリーフ、この方はもう、ニープーザイ、英語ペラペラなんですよ。もともとカナダかアメリカですよね、うん、出身で台湾華僑なんですけど、台湾のアーティスト結構そういう方いますよね。もともとカナダとかアメリカとか、ウィルバーパンとかパンウィポーとか。誰し、ウィルバーパン、はい、まあ、アメリカだったと思うんですけど、あとチャン・シャオハン、アンジェラ・チャンとかはカナダだったと思います。カナダも最高っすよ、はい、僕カナダのアーティストめっちゃ好きなんで、あ、ポーザーいう感じですね。いや、めっちゃ楽しい。ツイキャスをお聞きの皆さん、ありがとうございました。あ、そうそうそう、もっともっといろいろ聞きたかったですね。また次の機会に。はい、いや、だってもっと聞きたいさ、はい、ね、いろいろ、はい、ということで、今日は台湾の大学生活についてお届けしたんですけど、またまたこの台湾の高校とか中学とかあればいいかなと。うん、学生生活、あんまり紹介できなかったな。うん、はい。
また次の機会に、はい、お願いします。よろしくお願いします、ね、ということでツイキャスを皆さん余談ですがって言ってますよ。余談ですがお茶のお茶、あ、お茶のお茶屋さんですね。お茶屋さんこれどこに、ですね、これは、はい、あのタピオカミルクティーとか、はい、あのウシーランでしたっけ、五十嵐、はいはいはい、ウシラン、五十嵐とか、はい、あクイックリじゃなくて他のところはタピオカミルクティーとか甘いの売りじゃないですか、はい、このチャーリーワンでしたっけね、チャーリーワンはお茶なんですよ、ウーロン茶とかお茶とか普通のお茶売りなんですよ、若い子も行く、めっちゃ行きます。学生あ、ちょっと甘くないお茶飲みたいなと思う。あ、まあ、甘いんですけど、もともとお茶自体が。なんかね、甘いよね。うま、甘いですけど、それを、ね、お茶売り。タピオカミルクティー以外のお茶が、多分この人はそういう甘くない系を好きなんです。そうですね、ダンサーズさん、40代ぐらいなんで。終わったと思ったでしょう。ちょっとだけ延長です。マシャさんみたいな感じでちょっとだけ延長させていただきます。チャーリーは、どこにずっと美味しそう、どこに店舗は、お茶いいな、どこでもありますね、あのウシランみたいな感じ、ゴジュアラシみたいな感じで、ウシランも今沖縄にできたんですよ、あのウシランの系列で恋カフェ、国際にあるやつ、はい、あっちがあって、ウシランがプロデュースしてるみたいなんですけど、私も土曜日行ってきたんですけど、デューティー終わった後に行ってきました。タピオカミルクティー有名ですけど、うん、タピオカミルクティーじゃなくて台湾って緑茶のフルーツティーがあるじゃないですか、フルーツティー、マンゴー、あー、ありますね、緑茶とかレモン緑茶とか、季節によって変わるんですよね、それが沖縄でなかなかなくて、でここに行けばこのマンゴー緑茶とかレモン緑茶とかが飲めるんですよ。へえ、国際通りのいくらぐらいであるの、僕が買ったの M が450円なんですよ。まあそこ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 するん でタピオカは50円でつけたら500円になるんですけど、まあ、タピオカの味も沖縄 のクイックリとまた違って、ちょっとあのなんていうんだろう、ほんのりではないですけど甘いんですけど、天然な甘さなんですよ。まだ行ったことないんだよな、お店の前しか通って、高校生がめちゃめちゃ並んでてさ、はい、あもういいやと思って、美味しいですよ、あっちは本当におすすめですよ。あの台湾のウシーラン五十嵐と同じように、氷を半品でしたっけ、半分とか、梨とか、3分の1とかで、甘さも確か20、40、50、60とか選べて80って、もうそこが台湾のウシランと一緒です。へえ、甘さが選べるんです。最高っすね、はい、あ、僕おすすめは、はい、あ、僕の友達がやってる、台湾人とのハーフがやってる、アグーシャブシャブ、アグーシャブシャブ台湾じゃないですか、台湾ですよ、どこですよ、ね、どこなんだっけな、あれ、クメ、あ、沖縄の梅、はいはい、で、向かいに台湾料理があったと思います。へ、行ったことないですけど、久米の台湾料理って言ったらもう台北飯店、その向かいにあるのかな、台北飯店の向かいも台湾料理のお店だった気がする。へ、あとは台湾料理、結構沖縄にもその台湾料理のお店あるんで、ね、なんか紹介したいな、今度は番組の中で紹介したいな、ちまき食べたいな、食ってくるっていうのがありですね、あ一回行こうとしたんですよ、みんなで、誘ってくださいよ、したら閉まってたんですよ、はい、定休日っていうね、しかも不定休で誘ってくださ い, ない、定休日がなんかもうイタリアみたいなとこ行きました、全然違う、バルに行きました、そう、バルにおしゃれで、ね、バルもいいですね、おしゃれなとこ行って、バルも多分現地で流行ってから来たんで、台湾で、いや、バル文化どこかわかんないですけど、スペインかどこかですか、はい、あ、あっちで流行ってるのを誰かが持ってきたんだと思います。まあそうですよ、那覇とか多いからね、バルが増えて、うん、あ、ダンサーズさん、アイスモンスター行きたいなって、何でしたっけ、アイスモンスターわからないです、かき氷のお店なんですけど、台湾だったら、国父記念館、国父記念館、国父記念館の近くに、まあいくつかあるんですけど、1時間ぐらい並びます。へ、まあ、マンゴーチャチャとか、かき氷屋さんは分かります、マンゴーチャチャとか、
まあ、台湾のシェフハーピンのお店の有名なチェーン店なんですけど、日本だと最近東京にできて、でさらには大阪にも最近進出したんですけど、マジっすか、マンゴーチャチャ、アイスモンスター、アイスモンスター、あ、俺行ったら分かると思うんですけど、アイスモンスターはちょっと分かんないですね。アイスモンスターは最近有名だったんだよ。アイスモンスター、アイスモンスターで作ったの、こんなところです。台湾料理誘ってくださいね。あとゲストにお願いします。聞き足りないよね。学生生活もそうですけど、知らないです、このキャラが知らないです。このキャラクターのお店、知らないです。かき氷気になるんですけど台湾最高っすね。食べたい。ダンサーさん、おいでそう堂で一時閉店してたよね。しかも、あ、そうなんだ、移転したからね。で、台湾でおいでそう堂があったのかな。僕が 2,3 年前台湾行った時には1時間待ちで入りました、国語記念館のところで。まあ、隣に、新東洋があったんですけど、新東洋、お土産屋さん、ああリーチェン、リーチェン、アリエルリンが、あ、懐かしい、広告塔をやってるんですけど、アリエルリン、いいですねめっちゃいいっすね、はい、台湾結構話できますよね、台湾も、台湾もうこの古いあの情報だけでこんだけ喋れるんで、新しいの入ったらもうやばいっすね。卒業してからは結構頻繁に行ってるんですよ。全然一回も行ってないんですよ。へぇ、嘘でしょ。何年くらい行ってないんですか。ないないよ。もう23、そうですね、5、6年ぐらい行ってないです。多分だいぶ変わってると思います。特に101の周辺とか、あ、やばい、開発してましたね、はい、駅もできたんで、新世代、新世界かな、新世代駅もできて、僕が行って、はい、僕が行った最後の新一中は、はい、あの101周辺は、はい、こう何ですか、本当に都会のビルの横に、うん、超おしゃれなスタバがあって、はい、で Wi-Fi ビンビン飛んでて、うん、向かいに、まあ、台湾式居酒屋なんですけど、はい、小綺麗な、綺麗な、わからない、都会仕様のウーチャーがあって、はい、で、工事してて、はい、でバス止まるとこも変わってて、ね、工事で、あ、今か、台北駅 のバースターミナル分かります、あそこも新しくなって全然、まあ多分5、6年だから、もしかしたら次行かれるときは、まあ、タオゲンと MRT がつながってるようになってるのかもしれないです。絶対楽しいですちなみに今あのタオゲンの地下に降りたら閉まってるんですけど、路線図が載ってるんですよ、すでに。なので多分もう今年の末ぐらいにはもしかしたら MRT 開通してるかもしれないんで、そしたら40分ぐらいで台北市内に行けるのかなと。めっちゃいいですよ、このギノワンさんでみんなで旅行して。アイスさんも同じようなこと言ってたんですみんなで行けたらいいねって。ああ、アイスさんでも本人に会えるみたいなツアーしたら多分人来ますよ絶対来ますよ現地でアイスさんに案内してもらうみたいなのだったら多分すぐ元取れるのかな。遠くからもうちょっとしたステージが必要ですよ。まあ、そっかそっかガンゼーパーとかだって僕が行った時リン・ジュンジェイが、あ、はい、ジェイジェイあのちょうどライブしてて、うん、めっちゃ人がいました。あ、あ、名前ソゴ、あ、はい、タイニアンソゴ、はい、ソゴぐらいのところを抑えないとダメだと思います。ソゴ、あの、何ですよね、百貨店、あっちのソゴですか、ね、僕が行ってるのは台中の方かもしれない。台中のソゴ、なるほど。体調も良くなってるんでしょうね。体調も良くない。あ、ダンサーズさん、シンドニアンはダークブラウンの髪黒、はい、そうでしたっけ、紫っぽくなかったですか。シンドニアン詳しいなダンサーズさんも結構あのリューティーの時にお会いして、あ、本当に来たんだ、はい、来てましたよ。私もリューティー行ったのにお会いできなかったですね。シンドンニャンがこれ台湾で見たことないです。
新聞紙とか、あとミノチンとか、あー、これですね。新聞紙とか、なんか、漢字は見たことあるの。結構ありますよ。あの、シリン夜市の近くとかにも。ソシマンゴーとか。パイナップルケーキとか、お土産を買うんで、台湾に行って、やばい、もう時間ない、お土産買うところ分かんない、どうしようと思ったら、しのどん屋に行けば、空港にあるから、空港にあります、しのどん屋、空港にあるから、しのどん屋に行けば、IL のあれがあるんで、買ったりじゃん、しのどん屋、いいな、しのどん屋あるから大丈夫ね、はい、迷ったら、しのどん屋、新東洋って書いてあるんですけど、か、現地のスーパー行って、あ現地のお菓子買えばいいんじゃない、はい、現地のお菓子とか結構買ってたりますよね。私あ、スナック菓子とか結構買う。で、部屋で飲んだりとかするの多い。ああ。スナック菓子、あっちにしかない。ね、日本のお菓子もいっぱいあるけど、あっちにしかない味とかを買ったり。これわかります、これ。これあ、TM めっちゃいいっすね。これわかります、これ。あ、めっちゃ見たことある、これ。これ見たことある。これ、なんか、買わないけど。っていうかピーナッツみたいなのでチョコレートのコーティングしてるやつなんですけど、ちょっと見せていただいていいですか、あのカメラに。この新規派って方、あっちですね、この新規派っていうお菓子なんですけど、見えるかな、反射ー、あー超見えづらい、これは見える角度があるんですよ、こうデジタルのデジタルのきっと、これです、これです、この新規派っていうお菓子なんですけど、あーまあかろうじて見えるのかな、この新規派っていうお菓子が美味しいです。めちゃめちゃ美味しいです、ピーナッツとチョコレートみたいなんで。あの企業ですか、もしかしたら。まあ、何ですか、トミー、違います、どこのやつだ、まあ、お菓子といえば僕、トミーとか、まあ、いろいろあるんですけど。ワンワン、あ、ワンワン、わぁ、行きたい、あれですけど下がってきた5、6年行ってない人が行きたくなってきた皆さんがこういう台湾に行きたいっていうのをかきたてるのはこの番組役なので、うちらだけが行きたくなってなければいいんだけどな、確かに、確かに皆さんに派遣運動もある、いいけど治安がいいです。ニラまんじゅうの有名なお店があります。ニラまんじゅうですか、野球場がありましたよね、胡椒とか、TM 野球場ありますね、野球場あります、野球も最高なんですよ。台湾でも野球見てみたいな。台湾4チームあって、統一、そのセブンイレブンとか経営してる、すごい大きな統一っていう企業。あのラーメンとか、カップ麺とかもあるんですけど、統一とか、あと、なんだろう、なんとかブラザーズ、兄弟ブラザーズ。ああ、ションリー、黄色いユニオンも。とか、4球団ありますよね。ラミゴ。ラミゴ。ラミゴ。とか、まあ、4球団あって、あ、ダンサーズさん、そしてベイトーの温泉でくつろぐ、あ、台湾の温泉行ってみたいな、マジっすか、行きました、僕は1回だけベイトー、5年間、私も1回だけ行ったな、ベイトーの温泉、ベイトーとウーライが有名ですよね、ウーライにも行ったけど、ウーライ入らなかったわけ、雨だったから温泉入らなかったの、あっちで食べたちまきがでも一番美味しかった、ウーライのちまきが一番美味しかった、あれなんですよ、ベイトーかウーライに行く途中に熱海ってある、熱海温泉みたいなのがあるんですよ、熱海とか、なんかわかるかも、私見た気がする、熱海、熱海かこれベイトーの温泉も温泉っていう感じじゃなくて、大浴場みたいなのに入っちゃったんですよ、いくつかあったけどどこに行っていいかよくわからなくて、もう大浴場じゃんみたいなところに、もうちょっとなんかこう景色がいいみたいな、もうがっつり温泉地って感じの場所に行けばよかったな、それを調べたら台北ウォーカーですね、台北ウォーカー現地のやつですか、現地の雑誌、台北ウォーカー、それ日本語です、いや中国語ですダメじゃん、じゃあいいな、一度行きたいですね、その本当に疲れを忘れるっていう台湾の温泉、あ、いいっすね、そうそう、皆さん、あ、ダンサーズさん、イランの炭酸泉、え、なんだ、イランか、イラン、夜市に行ったんですけどね、イランはいいっすね、イランの牛下せんべいみたいな、あー、イーラン餅ってやつですよね、あれすごい美味しいですよね、そのこのタンみたいな感じでこれぐらいのなんですけど、すごい薄くてミルクせんべいかなと思ったら結構塩せんべいに近い、いろんな味があって、ミルク味とか何味だろう、海
菓子とかあって、お土産にいいと思いますよ。まあ割れやすいんですけど、イーラン餅って書いてイーランって言ったんです。あっちのさ、キャラメルみたいなのあるじゃん、台湾って。あ、牛乳と、ね、あと、なんだっけ、ヌガ。そう、ヌガ、ヌガ、はい、硬いよね硬いよね、ヌガ。なんかリューティーの2人にあげたんですよ、キャラメルみたいな。なんかお土産でリューティーの2人にあげたら、キャラメルのもっと硬い結構いろんなとこに、いろんな味でいろんなカラフルで結構売ってて、ヌガって。ヌガ、牛乳、糖って。そうそう、牛乳って書かれてる、はい、牛乳に。あ、牛乳は分かんない。そうそう、なんだ、硬いんだよね、はい、なんかピーナッツ。あー、俺んだけどって。へえー、あと台湾って本当に舐めちゃうのかな。これです、これです、これです。あ、分かりますけど、それを食べたことめっちゃあるんですけど、名前をスルーしていた。これです。いや、これいいな、これ。これです。硬いんだよね。台湾って本当に、なんていうんですか、台北、台中、高雄、台南、クンディンとか、牛乳ですね、これ。クンディンって、あの、あ、クンディンコンテ、はい、コンテ、コンテは、はい、このリゾート地なんですけど、うんうん、沖縄みたいな。そう、そこでドラマを撮られてて、そこにドラマやってる時にみんなで行って、ケンティンは今日も晴れみたいな感じのドラマ。あ、そうっすね。あ、それそれだったと思う。でもイーサン・ローンかな。イーサンがだいぶ前の作品ですよ。うん、だいぶ前だね、イーサン・ローン。相当前の作品。その時に、その時に行って、まあまあ、みんなで、楽しむって。誰だっけ、あの人俳優、イーサン・ローンと、もう一人、名前何でしたっけ、あの人、眉毛が濃いって。そうそうそう、誰だっけ。あのドラマ、僕はめっちゃいいと思うんです。私も一応見てました。めっちゃいいっすよ。台湾のドラマもいいんですけど、台湾ドラマいいな、僕出演してるんですよ。え、それに。いや、僕、いや、それじゃなくて、もう分かんないですよ、衝撃の事実が。で、僕、違う、分かんないドラマに旅行に行ってた時に、そう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 名前なんだっけ、あの左の俳優、エディポン。あ、エディポン、そう、エディポン、はい。まあ、それ、クンディンがどっかに旅行行ってた時にこう、歩いてたんですよ。キャッチングも出てますよ。で、ドラマ撮影がいて、はい、こう見てたんですよ、うん、したら、君たち出ないかって言われて、軽いな、おい出るって言って、通行人みたいな。で、じゃあ1時間ぐらい待ってって言って、はい、君たちは、このこっちに主役級の人たちがこう、なんかお話ししてる、ここで DJ さん、女性みたいな。ここでこのおじさんたちと可愛い、まあ、お姉ちゃんたちと一緒にこう違う客で楽しんでる設定だよみたいな。 OK みたいな。いつ放送みたいなの聞いて、ケンティ のドラマに私がの大学で台湾から留学してきてる人がいて、その人も出たって言ってたんですよ。ああ、そういう感じです。ケンティの人なんですよ。でもケンティっていうか台南の人で、はい、そうそう、言ってたって。サーフィンもやってるから、あのね、番組サーフィンとかの話じゃないですか。ドラマ台湾に行ったことがないです。いや、近いので台湾も行ったことがないと全然知らないんですけど、すごいいいところいっぱいあるんですよ。 あ、僕映画でも出てますよ。そういうのさ今その方はなんか、あの時間で聞けるしね、はい、その方、その映画監督は、はい、わかんないです。出品はされてないと思うんですけど、うん、なんか見学かなんかの、まあ、つながりがあるんでしょうね。カンヌとかに行ってました。カンヌのドラマに出られたんですよね。これは映画です。映画。映画で、ね、不良映画、不良映画の不良役なんですけど。で、その監督さんがなんかの出品はされてないんですけど、なんかつながりで、ね、まあ、多分で、みんな青いスーツ着て、女優さんもパシッとドレス着て、うん、カンヌに行ってましたね。何の映画だろう。政治大学 あの映画チームだったんで、はい、それに名前がちょっと8ミリクラブみたいな団体でした。すごい。まあ、どっかでまた繋がれたら嬉しいです。台湾の作品に出たって。で、その方がFacebook とかで、最近 Facebook も切れちゃったんですけど、はい、今申請したらいいと思うんですけど、監督さん、その監督さんと飯食ってる人が、はい、いいえ台北って分かりますか。1ページの、はい、いいえ台北って映画があったんですよ、はい、
その監督さんでビムベンダーズとかですか。ビムベンダーズはカンヌとかめちゃくちゃ撮ってる人なんですけど、その人の制作プロデュースが入った監督さんかもしれないです、台北で。でその方と食事してるシーンとかフェイスブックで上げたり、期待されてる俳優さんなんでしょうけど、今はもっと活躍されてるじゃないですかね。ダンサーさん、マンゴーが好きならリョクさん、主力の嵐ですよ。確かに。で、ルキーニさん、台湾から短波放送を使って日本語放送をしていますね。あれかな、あるんですよ。レイディオ台湾だと。あ、ありますね。はい。かなーと。そこにも出たことあります。え、結構あっちのメディアにちょいちょい出てるんですね。いや、1回だけです。1回だけ。いいの。すごい。あ、台湾国際放送。あ、これじゃないや。へー。あ、でもこれかな。日本語で喋ったの。前台湾に行った時にたまたま撮影してて、あのドーファーメイって分かります？チャイファンデのドーファーメイ、あんまり見たことないかもしれないですけど、ドーファーメイ、台湾でドーファーってあるじゃないですか、ドーファーを売ってる時にスカウトされた。あ、分かります分かります。ドーファーメイっていうニュースになってた人だ。をネットでたまたま、はい、超可愛い子がでやつね、撮影してて、うわーって台湾さ、ちょっと前にさ、セブンイレブンとかの袋の水着が流行ってたじゃん。セブンイレブンの袋の水着、わかりますよ、あれ、やばいよね。あのセブンイレブンの袋で水着作るみたいな。そう、で、まあ、可愛らしい女の子が、うん、もうお金ないのみたいな、どこ見ていいか分かんないような。ああ、いや、まあ本当にみんな可愛いんだけど、みんなスーパーの袋を気にしてるから。逆になんか流行ってたよね、なんかネットとかでめっちゃ見たけど。面白いよ。ダンサーさん、台湾で ROK と RBC が昼間でも入りますって。マジ入るんだ。マジ、どういう、え、どん、ダイヤルどうやって合わすの。どんなやつやってるんですけど、ダンサーさん、ダンサーさん教えて。すごいすごい。 ラジオですか。はい、あ、ラジオ沖縄と RBC アイラジオがで聞けるってことじゃない？与那国あるから。でも与那国 FM 派だからそんなに飛ばないような。あ、じゃあ FM 派ですね。そんなに飛ばないような。え、でも昼間でも入りますってことは全然聞こえるってこと。そこで話すの、ね、台湾行った時に聞けるって。なんか自分が普段喋ってるところが聞けるすごいですね。え、だって、あの、あ、そう、あれは、あ、カーラジオで入りますよ、AM 派ですよ。カーラジオってあんなとこで運転怖くてできるかい。絶対無理でしょ。ラジオで864に合わせればラジオ機能が入る。え、AM864 で ROK が台湾で聞けんの。すげえ。ということで、瀬戸さんの声があっちで聞けるってことですよね。おー、これ超すごいんだけど。本当に本当に本当、受信報告を出せばベリカードをもらえる。あ、本当に。へー、確かにね、あの届く届く、その、うん、聞けましたよみたいな、ここでも聞けましたよこのラジオみたいな感じをちゃんとそのなんか送れば、その私見たことないんですけど、なんかそれをこっちから送るらしいんですよ。台湾からってすごい。本当だ、今度やってみようかな、台湾行って。でも台湾のカーラジオか、台湾のラジオ局さんと交流っていうのもあるですよね。多分日本情報を発信してる。 AM 派って何、あっちも AM、FM の2つがあって、え、じゃあこっちでさ、ほら、はい、日本のさ、はい、ポケットラジオじゃ絶対無理なの、はい、向こうでは聞けないの。向こうにポケットラジオ持ってって、はい、AM86 に合わせても聞けない。あー、でもどうなんだろう、構造的には同じだと思うんですけどね、聞けなくはないと思うんですけど。いや、こう明日ちょっと技術に聞いてみよう。台湾で、あ、他の RBC でもやられてるんですか。 ROK ラジオ沖縄でレポーターをやってるんですけど。あ、その台湾関係ですか。あ、うん、全然関係ないです。あの、普通にラジオカーっていうののラジオレポーターをしてるんですよ。ただ単に台湾は好き、好きっていうか、この出してください。私が出せるのはこれはないです。あ、じゃあすごいですよ。 あれはでも、もうあのね、営業との絡み あのレポートなので。楽しそう。そうなんですよね。キニさ
さ、毎年夏台湾から国際放送が国神中継局イースポで入る時がありますよ。あ、イースポってあるんですよ。電離層っていう、何それ何それ、地球上のこの上にこうピーンってやって、この反射みたいなのがあるんですけど、それなんかイースポみたいなのがあって、それ要するにそれをここにピッて当たって入ってくるみたいな意味なのかなと。ユキニさん、ラジオ沖縄琉球放送、あ、そうです、ありがとうございます。沖縄テレビから先週ベリカードを、あ、5時だけ、しかしラジオ沖縄5時だけこれね、私すいません、謝っときます。これプレゼントなんですか、ベリカード、うん、なんか受信報告って言って、うん、例えば何月何日のどこどこでお宅の放送波が入りましたよって書いて、で内容はこんなのでした、受信報告のお願いしますっていうふうにやれば届くんですよ。伝えときますね5時だらけ、ベリカード集めてる方がいます、います、いるんですよ、これ使わせてる方がいて、面白い。え、待って、何この E なんとかがよくわかんねえ、 E スポ、 E スポ、ダンサーズさん、よろしければ。 あ、でもこれは名古屋でもの話か。あ、だからちょいちょいたまに ROK 聞いてますって、何力なんだ。 E スポはスポラディックイーソーっていう別名で、あの、ダンサーズさん、あの日本のポケットラジオで台湾で ROK は聞けるんでしょうか実際ポケットラジオ今後持ってから旅行に行きたいんですけど、どんなですね、向こうで買ったラジオじゃないと無理なのかな。進行コードで対応します。めっちゃすごいんだけど、いやー今8人見てますよ、さっき言った、これ放送終わったんだけどあ、でも本当に今いい情報、僕も聞けてる、楽しいですね。新しい情報、スポラディックイーソーは春から夏頃にかけて主に昼間に上空 100km 付近に局地的に突発的に発生する特殊な電離層である。イーソーの電子密度が極度に高い場合は F 層でも反射されない VHF 帯の電波を反射する特殊な性質がある。もう言ってることも全然わかんない要は局地的にポンっていうなんか層が現れて、でそこに反射してラジオの電波が入ってくるみたいな、っていうのがあるみたいですね、イーストっていう。じゃあ電波飛んでんだ、めっちゃ、はい、これなるほど、例えば関東地方で超高感度のポケラジで聞けるかもしれません。行ったかんね、今。じゃあこれを ROK で企画してこのラジオを持って台湾に行けばいいんじゃないですか。でも確かにこっちでも中国語のラジオがちょいちょい天気が悪い時って入るじゃないですか、どこのあれなんか分かんないんですよ、まあ、はっきり言うとどこのラジオ局なのか突き止めようみたいな企画であ、じゃあそれ中国語天気が悪い時に入ってる天気が悪い時とかよく聞こえたりとかするんだよね、はい、だから ROK に合わせると朝方とか、あ、次ポケットラジオ持ってく、ありがとう超高感のポケラジオ、あ、航空局の保安無線を傍受したら航空局からベリレーターがもらえますって。へぇ、面白いのもあるんだ。そう言ってることもわかんないけど、でも航空局って魅力的ですね。うーん、超高感度ポケラジね、超高感度ポケラジを持ってるかどうかだけど、まあ、いくつかあったら持っていこうじゃん。台湾で、あ、めっちゃ面白い、ね、めっちゃ面白い、すごいすごい、あ、今までタイムインって試したことすらなかったよ。ネパンは諦めてね。あ、隣に。なるほどね。ああ、なるほど。仕方ない。台湾は台湾に逆に中国が近いから、多分あっちの放送が入ってくるの。夜間は諦めてねってことはどういう意味？昼間だったら大丈夫ってこと？あ、電報局を受信する人は BCL って言うんだ。なんていう意味なんだろう。BCL。多分ロングっすね、 C はキャッチ、ブロードキャスト、ああ、ブロードキャストキャッチロング、すごい、いや勉強になったよ、コインが入ってしまった、何すかコイン、あ、コインが入った普通30分で切れるんですけど、もうちょっと聞きたいっていう人がコイン入れるんですよ。すごい。日本では昭和50年に猫コパンダ、ブロードキャスティングリスナー、あ、
ブロードキャスティングリスナー。僕台湾にいるときに学生だけでユーストリーム放送、あ、はい、台湾の情報を学生が発信する番組やってて、うんうん、その時に聞いてた方がパンダさんって言ったんですけど、はい、この方ではないですね。パンダさん台湾の情報、マジ学生、政治大の学生3人が日本人。おいいね、面白そう。もうやってないのか。じゃもうやってないですね。引き継がれてるわけではないんだ。結構引きず引きず、半年ぐらい引き継がれましたけど。うーん、いやー、そうね、次ラジオ絶対持ってこなきゃ。台湾のラジオも気になるな。ネットとかでさ、はい、聞けるのとかあるじゃん、はい、一時期もうずっと眠るときはずっと台湾のラジオを流しながら眠ってた。ラジコ、ラジコとはなんか別で、なんかアプリとかで、そう、中国とか台湾とかのとこがいろいろあって。あ、めっちゃありますね。だからなんか一時期それを聞きながら寝てるときとかがあった。いいよね。これ聞きながら寝てるんですか。うん、なんかいつも寝るときラジオつけっぱで寝るんですよ。だからそのときとかは携帯ではこっちのラジオ。全世界の放送局の周波数、住所を記載されている本も売ってますね。なんすかそれ、欲しい。普通だな。あ、なんか怖え、それそれって、それ日本のコミュニティだけでも全世界300とかあるんで。ああ、じゃあ相当すごい。日本だけでも多分ラジオ局って400とかあるんですよ。でもコミュニティが本当に多いからね。キャスティングリスナーだ。ブロードキャスト台湾も載ってるよ。台湾のラジオちょっと詳しく勉強したいな。どういうところがあるんだ。最近だとヒット FM っていう FM 局があって、そこがそれこそ JJ とか DJ が、その、これ今聞けるかな、一時期使ってたやつって。あ、でもなんかイベントってさ、台湾のストリーミングラジオがアチューンインで流れてるね。アチューンやっぱり、まあ、ラジオはどこでも一緒っすね、うん、世界で聴けるようになって。いや、すごいな、いい時代。台湾のラジオ、台湾のラジオってことは、じゃあ最近の曲とか流れてるんですかね。でももし台湾のラジオ流して自分が知ってる曲が流れて、すごい嬉しいですよね。嬉しいですね。台湾に行った時そうだったんですよ。今まで日本で台湾の曲って絶対流れることないじゃないですか。台湾に行って自分が聴いてる曲とか流れるってすごいいいなと思って。あ、逆で、はい、僕台湾に行った時に、はい、あるお店でオレンジレンジが流れたんですよ。で、みんな知ってて、知ってるのか曲がノリノリなのかわかんないですけど、はい、結構反応良くて、うーん、すっげーみたいな。今ちょうどツイキャスでリンクが来たんで、アマゾンのページに飛んだんですけど、ワールドレイディオ TV ハンドブック2014 The、Directory of Global Broadcast。 5,091 円しますよ。少し少し。え、専門書だから高いかもしれません。はい、白水社とかじゃないですか、出版社。出版社、これ海外、言語が英語なんで。ああ、なるほど。中古1800円の送料。あ、中古1800円か。いやー、しかしこれ高いな。すごいな。前、まあ、本当に人の曲なんですけど、民謡が、昼の時間帯に民謡を流してる曲があるじゃないですか。まあ、R から始まる沖縄の曲なんですけど、まあ、どっちもそうか。RB丸曲その民謡の曲を、民謡の番組を、その今短波放送のラジオ日経ってあるんですよ。ラジオ日経って短波放送があって、そこで7時から流してるんですけど、それ短波放送なんで日本全国同じ周波数で聞くことができるんですよ。千なんとかキロヘルツとかなんですけど。やってるよね、はい、ネットのあれで聞いたことある。ラジオ日経は放送地域は全国なんで、
沖縄でもラジコで聞けるんですけど、週ウガナビラだっけ、はい、はい、ちょっと甘いんですけど、全然別に全然放送班じゃないし、普通に言ってるからいいんですけど、これがどこだったかな、北欧の地域から受信したって言って、なので言われたメールアドレスにメールしてますっていうのが紹介されてたんですよ、北欧っすか、週ウガナビラで、はい、パラボラアンテナ立ててこれが受信できたんで、その放送で喋ってるアドレスに送りましたみたいな。ノルウェーとかってことですよね。あそこら辺で。すごいですよね。すごい。シューガナビラ。あ、ダンサーズさん、そのナオキコさんの、ナオキコさんのあの番組さん。すごいなと思って。シューガナビラが北欧デビューですか。しかもインターネットじゃないですよ。電波でですよ。あ、すごい。大きいアンテナ立てて。すごい気がする。受信したみたいで。すごいな、北欧あれですよ、スカンディナビナ半島、はい、そう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 、イーデンとかノルウェーとか、すごい、いやー面白い話してた、もうなんか30分経った、はい、だいぶ経っちゃった、しかも本編より見てる人が多いっていう、本当だ、だからなんか切ないよ、マシャさんもいい話だったんでしょうね、この番外編っていうか、面白かった、うん、ダンサーズさんもいい情報ありがとう、次はね、はい、ラジオ持ってくよ、リスナーさんってすごいですね、はい、台北局はリスナーさんっています、へぇ、じゃあちょっと台湾の放送局をチューンインとかで確認してみたいなと思います、しかもコインで延長してくれて、ね、コインで延長してくれて、ありがとうございました、すごい、じゃあ本番でも延長お願いしますうちにもアンテナがあるね、ヒロキックスに教えたんだけど、聞きました、はい、なんか台湾の衛星放送局入るみたいで、みんなすごいね、なんかすごい、ああれには行ったんですか、あれ台湾のあの版権持ってる会社というかレーベルですか、はいはい、あのもう有名なとこがあるんですけど、一応今声はかけてるんで、もしかしたらゲストに出てくれないかなと、これ返信がないんで、返信待ちですね、じゃあアマチュア無線で無線機で受信、頑張ったらいけそうですね、台湾の放送局受信、今このすごいですね、天気悪いからちょっとダイヤルいじってみよう、ですね、そろそろそ、ありがとうございました、ありがとうございます、おやすみなさい、また来週かな、よろしくお願いします、切りますよ、来週もよろしくお願いします、バイバーイ、増えましたよ、バイバーイ。